今回は、フライングハイ。監督は、ジム・エイブラハムズと、ザッカー兄弟。1980年の作品です。優秀な戦闘機乗りだった、ストライカーは、戦争の後遺症で、飛行機恐怖症に。かつての恋人、キャビンアテンダントのエレインに、未練たらたらで、彼女の乗り込む旅客機に無理やり搭乗したところ、機内で食中毒が発生。機長も副操縦士もダウンし、飛行機を操縦できるものは、ストライカーただ一人。果たして、というお話です。出演は、ロバート・ヘイズ、ジュリー・ハガティ、ピーター・グレイブス、ロイド・ブリッジスほか。とにかく前編、ふざけたギャグとパロディのオンパレード。後に、裸のガンシリーズのレスリー・ニールセン、コメディ初出演作です。エンドロールが終わる最後の最後までご鑑賞することを、強くお勧めします。